デンマークノルウェーのークリスチャン5世の王妃。デンマーク5名では、シャーロット・アマリー・エンフ・ヘッセン・カッセル。ヘッセン・カッセル・砲白・ビルヘルム6世と、ヒヘイト・ビヒ・ゾフィーの娘として、カッセルで生まれた。1667年6月、クリスチャン王子と結婚し、1670年に王妃となった。彼女は改革派協会の信仰が厚く。 デンマーク発の改革派協会を建設した。国民的人気の高い王妃であり、1700年にスウェーデンを代わる12世がシェラン島に侵攻するとコペンハーゲン守備の一角を指揮した。シャルロッテ・アマーリエは国中に不動産を所有し管理に手腕を発揮していた。夫が1699年に先立つと、彼女は自分が購入した建物の一つに移り住んだ。 1700年から亡くなるまで住み、彼女の名前にちなんだ、シャルロッテンボー宮殿である。この建物は1754年から、デンマーク王立芸術協会の所有となった。シャルロッテ・アマーリエは、コペンハーゲンで亡くなり、ロスキレ大聖堂に葬られた。ありがとうございます。